巨録赤、太郎巨録赤太郎1860年没年。不明は、公使館通訳、台湾総督府翻訳関係総督府法院通訳。明治初期の代表的な中国通で、公順権とも交わった人物。巨録は、中国の地名。このことから、非化人で通訳をしていた人物であると推測できる。江戸時代、公益が自由で当人の町内三宿が許されていた。 頃に、日本へ帰化した当人の数は多く、ことに、東通寺という通訳官の家系に、それが目立つ。どうやら、巨禄氏は東通寺の儀古材門をルーツに持ち、元禄十七年間、長崎虫目鏡上館には、魂旧館同士、聖材門堂、聖米下来行き、右四人は、漢文十二市の都市おねか市中上、日本に、住宅五社面ありて、子息二人、 遠方七羊の都市日本人の姿となるとある。つまり魂の縁一家は、漢文十二年に長崎住宅当人が許され、遠方七年に、許禄の姓を名乗ることになったのだという。許禄氏と称した魂休館一家は、東京貿易で財を成し、遠方七年には、中島側に石橋を仮設、翌年は、松森神社の大門を寄進し、 また、総福寺の段落ちとして、太陽放電重曹の負荷、無骨粗動門などの寄進を行ったという。巨禄赤太郎の活動としては、伊か明に仕えて、講和会の活動に参加していること、大河内明生との交流。日本における、中国語教育の先人として活動し、慶応義塾品ご家の講師として赴任していること、台湾総督府に勤務し、台北市に渡り、 公印通訳などを務めていることが確認できる。1895年12月に陸軍大本営付陸軍通訳となる。ありがとうございます。